じゃあ次太鼓レッスン行きましょうか。はい、先週に引き続き柳川先生に教わりました。今回のテーマは基本フレーズ編です。それではどどんどん太鼓レッスン。柳川先生よろしくお願いします。先週先生がコットロケケケケとおっしゃってた基本フレーズをね、今日はやるということなんですが、そうですね、まあジオントでは基本の口唱歌というものがあまりなくて、こう僕が今日はコットロテケテケというのをつけてしまったんですけども。あ、そうなんですね、柳川バージョンで。そう、ちょっとお恥ずかしいんですけど、まあ、それはちょっと練習したいと思います。はい、まあ、コットロもテケテケもお二人が他の先生に習ったことがあるリズムなんですね。あ、そうなんだ。はい、コットロについてはどんどこと同じ手なので、はいはいはい、右右左で打っていただければいいです。コットロ、そうですね、素晴らしい、コットロですね。はい、じゃあちょっと平坦な感じで打ってみましょうか。はい、こんな感じでいいですね。はい、じゃあちょっと秩父っぽくしたいのでもう少しスピードを上げますが、少し左を強めに打つといい感じのリズムになると思うので、はい、コットロコットロコットロみたいな感じでいきます。左にアクセントを置く。そうですね、はいはい、じゃあちょっと続けてみましょう。コットロコットロ、そうね、で、さっき話したテケテケにつながっていくので、テケテケを目立たせるためにじゃあだんだんちっちゃくしてみましょうか。まあ、こんな感じで、はい、はい、やってみましょう。8回そうね、オッケー。で、こっからもう一気にテッケテッケって感じで。テッケテッケはどうやって叩くんですか。テッケテッケって感じでお願いしたいんですけど、はい、もうこう小さく打ったらマックスって感じで。左でいいんですね、テッケテッケは。もうテッケテッケはマックスですね。マックスで、はい、はい、じゃあこれも8回って感じでいきましょうか。はい、じゃあテッケテッケだけいきましょうか。オッケー、よくできてますね。じゃあコットロ8プラス、はい、テケ8って感じでいきましょうか。はい、いきます。そうね、オッケー、できましたね。いいです、いいです。はい、そしたらちょっと地打ちと合わせていきたいなと思います。はい、じゃあチッ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 って僕が刻みますから、はい、コットロコットロで入ってください。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,156,167,168,159,160,161,162,163,164,165,156,167,168,159,160,161,162,163,164,165,156,167,168,159,160
OK、よくできてますね。今回のおさらい。コットロのリズムを打つときは左で打つときに強く打ち、そしてだんだん弱く打ちましょう。テケテケと打つときには弱く打ったコットロに対して強く打つようにしましょう。これをどんどん練ってですね、コットロの数がだんだん減って、テケテケの数がだんだん減ったりして、である程度打ったらまたコロ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 に戻って、これを繰り返して途切れないように打つわけですね。出汁が曲がりきるまで、はい、おお、よく分かってますね。そういうところも今度の次回4回ではやっていきたいなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました。
今回は基本フレーズ編ということでしたけれども、うん、どうだった？いや、コットロテケテケ、うん、一生懸命覚えたんですけど、うん、これがどう表打ちと、うん、あの合わさるのかがすごい次回が楽しみだなと思います。あとコットロの時に左手がアクセントっていう風にお話を聞いた時に出た、あ、秩父だった、なんか屋台林は左だっていうのね、出たなって思ってなるほど、左頑張りたいと思います次も頑張ってね。頑張ります。 OK、 お疲れ様でした。はい、それでは次のコーナーお願いします。はい、太鼓ニュースです。今後のイベント情報、まずは今月26日から28日まで諏訪工芸大展示会が行われます。この機会にぜひどうぞ。そして4月25日には和太鼓スーパーライブ in 諏訪が行われます。会場は午後6時からです。4月29日には太鼓祭り in 埼玉新都心が欅広場を中心に3カ所同時開催。詳しくはご覧の通り。そして番組では太鼓に関わる皆さんからのビデオレターを大募集。ご覧の宛先までご応募ください。太鼓演奏は最高ですよ。皆さんもぜひ来てください。はい、次回も和太鼓スーパーライブ in スワンドの様子をお届けします。太鼓レッスンは屋台林まとめ編です。はい、それでは太鼓チャンネル。